警戒事件は1926年7月に長野県で起きた警察諸島配合に対する反対運動。運動の過程で暴徒化した住民らが県庁を等を襲撃し、相乗事件に発展した。当時の報道では長野相乗事件という呼称が使われた。1926年6月15日、内務省は各府県に対し地方官官制改正に伴う 警察機構の整理を通達した。これを受け、当時の長野県知事である梅谷光貞は、機構改革に着手した。当時、長野県内には、警察署と警察文書が、それぞれ16箇所ずつ存在したが、人口動態の変化などで、署の配置に実態との不整合が生じていた。そこで、梅谷は、警察官を数箇所の大規模署に集約し、 事件等に応じて出動させる方式を採用し、県警察部に改革案作成を命じた。しかし、警察部内では、梅谷の大警察主義に反対する意見が多かった。当時の警察部長である、竹下豊治も反対派であり、梅谷には、警察書数を維持した上で文書を統廃合するという、改革案を提出した。当然、梅谷は、竹下案を突っ張ねたが、 竹下も譲らず両者の対立が続いた。最後は梅谷が知事命令で反強制的に竹下を従わせ大警察主義に沿った改革案を作らせた。その結果、7月1日をもって3書14文書を廃止するという改革案が作られ、梅谷によって正式に採用された。そして、6月30日、梅谷は県民に対し事前に 何の説明もしないまま上記の改革案を告示し、翌日即実行に移した。梅谷が実施の前日まで廃止を告知しなかったのは、住民の反発を防ぐためであったが、その暴挙が逆に県民の反感を買ってしまい、廃止された岩村田署、中野署や大署管内の3つの町の住民らによって、すぐさま反対運動が開始された。反対運動は、 当初県への陳情など平和的な手段を用いて行われた。しかし、県は住民側の意見を一向に聞き入れなかったため、住民の間に不満が広がり、山頂統一の運動組織、復活規制同盟が結成されるなど、反対運動も次第に激化していった。反対運動の高まりを受け、復活規制同盟は7月18日に長野市の城山公園において、 県民大会を開催することを決定した。この大会自体は警察の許可を受けたものであり、混乱を避けるため警察官による警備の上、三町民がそれぞれ別ルートで長野市入りするという条件で警察と合意していた。そして、大会当日、一番初めに長野市入りした岩村田町民の第一陣400人は無事に城山公園に到着した。しかし、 次に、長野市に着いた岩村田町民の第二陣以降、反対運動は暴動化することになる。長野市入りした岩村田町民の第二陣300人は、少し遅れて到着した、八代町民400人と合流し、警察官による警備の中、城山公園に向かっていた。しかし、長野県庁付近を通った際、誰からともなく県庁に向かうよう声が上がり、興奮した群衆は、 警察官の制止を振り切って、県庁に向かった。県庁に着いた町民は、県庁を警備していた警察官に、集団で暴行を加え、隣接する巡査教習所に投石するなど、完全に暴徒と化した。群衆は県庁を出ると、次に、梅谷の住む、県知事官舎を襲撃した。梅谷はイルスを使って、やり過ごそうとしたが、群衆によって引きずり出され、 何度も暴行を受けた。梅谷を襲った後も、群衆の勢いは全く衰えず、警察部長官社新聞社などを次々に襲っていった。また、二町に遅れて、長野市に到着した中野町民は、岩村だ、八代町民らによる暴動の法を聞き、廃止賛成派と目された、県議の指定を襲撃した。こうして、一通り襲った後、三町民は、当初の予定通り、 県民大会会場に向かい、演説会を開始した。しかし、演説会の味演説に興奮した町民らは、G のための県会議事堂包囲を決め、再び市の中心部へと行進を始めた。議事堂に到着した群衆は、議事堂を包囲し、廃止反対のシュプレヒコールを挙げた。そして、再び暴徒化した群衆が同席を始め、割れた窓から侵入する者も現れた。 侵入した者たちは破壊の限りを尽くし、周りを取り囲む、群衆の興奮も最高潮に達した。群衆は今にも議事堂に攻め入りかねない状態だったが、ここで、規制同盟側との交流があった、県議が群衆の説得に当たり、寸前のところで突入は回避された。この説得をきっかけに、群衆も落ち着きを取り戻し、目立った混乱もなくそれぞれの町へと帰っていった。 暴動鎮静化後、警察による一斉摘発が開始され、最終的に866人もの町民が検挙された。このうち638人が送検され、143人が起訴された。事件の被害は甚大であり、厳しい判決が予想されたが、原吉道、関直彦、花村志郎ら弁護士の活躍もあり、実刑はわずか6人で済んだ。また、 警戒事件は清掃の火種ともなった。与党県政会は、警戒事件は、社会主義者の先導であると主張し、強硬な態度で事件に臨んだ。これに対し、県政会潰しを画策する野党声優会は、住民側を全面的に支援し、県政会と真っ向から対立した。事件の責任についても、住民側にあるとする、県政会と県側にあるとする、 政友会が激しく争ったが、結局、県政会も県知事による独断選考が事件の原因と認め、責任を問われた梅田には面会となった。公認の高橋森夫は、1927年2月1日、長野県国時代56号で、従前の三所の復活に加え、五所を新設するなど、住民側に大幅に譲歩した改革を実施した。さらに、 警配事件は知事公選論を高めるきっかけともなった。当時知事は中央から派遣された内務官僚が務めており、知事職を腰掛けポスト程度にしか見ていないものが多かった。しかし、警配事件の結果、中央ばかりを向いて県民の意向を無視する感染知事に対し疑問が呈されるようになり、対象デモクラシーの風潮にも後押しされ、 自分たちの意志を県政に反映できる公選知事制を求める声が高まることとなった。しかし1928年には全国の社会主義者、共産主義者を一斉に検挙した3.15事件が勃発し、第1回目の知事選挙が行われたのは日中戦争第二次世界大戦を経た戦後の1947年4月5日であった。ありがとうございます。